ジェイソン・マッケーブ・カラカニスは、アメリカの情報テクノロジー分野の起業家、エンジェル投資家であり、作家、ブロガー。人気の週刊ビデオ番組、This Week in Startups のホスト、また起業家と投資家を橋渡しする、テクノロジー系カンファレンスを数多く創立してきた。シリコンバレー、サンフランシスコ最大級のカンファレンスである、ローンチフェスティバルのホスト。 シリコンバレーの著名なベンチャーキャピタル、セコイアキャピタルのスカウトメンバー。メディアにも頻繁に登場している。後にユニコーン企業となる数々のスタートアップにエンジェル投資を行っている。主な投資先は、ウーバー、ラーベンフット、サムタックなど、日本人企業家の内藤サートシが設立したエニープレイス社にも出資をしている。 カリフォルニア州サンフランシスコ在住。2003年9月24日にブログネットワークのウェブログズをマーク9番からの投資を受け、ブライアン・アルビと共に創業。2005年10月にタイムワーナー S アメリカオンライン社がウェブログズを25ドルマイナス 30M で買収した。2006年11月にウェブログズの CEO とネットスケープ社のジェネラルマネージャーを辞任する。 2006年12月から2007年5月まで、米国ベンチャーキャピタルのセコイアキャピタルに、エイヤとして関わる。2007年5月、マハロドットコムを設立。20ドル M の投資を、セコイアキャピタル、ニュースコープ、CBS、マーク9番、イーロンマスクなどから集める。全世紀は、世界で1410万人、米国で740万人のマンスリーユニーク。 ユーザーを集めるものの2014年に閉鎖。後の inside.com。2009年にエンジェル投資家とアーリーステージのスタートアップをつなげるオープンエンジェルフォーラムを立ち上げる。当時有料のピッチイベントに疑問を抱いていたカラカニスはスタートアップはエンジェル投資家にピッチをするのに料金を払う必要はないと考えこのフォーラムを設立した。彼の主催する ローンチカンファレンスで見出されたスタートアップに投資をするため10ドル M のファンドをデビット・サックスなどからの出資を受け立ち上げるローンチカンファレンスの成功に伴いカンファレンス経由で2万5千ドルから10万ドルのの資金を毎年5社から10社に投資をしている THISWEKINSTARTUPS.com はジェイソン・カラカニスが主催する スタートアップ開催台のビデオショーの一つである。新しいスタートアップの発掘を目的に、ローンチフェスティバルというカンファレンスを主催している。ありがとうございます。